ジョナサン・ライアン・グラハムは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州アラメダ軍、リバモア出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB ニューヨークヤンキース参加所属。2008年、MLB ドラフト46巡目で、オークランドアスレチックスから指名されたが、サンタクララ大学へ進学。2011年、MLB ドラフト4巡目で、アトランタブレーブスから指名され、 6月16日に契約。契約後は、参加のアパラーチアンリーグのルーキー級ダンビルブレーブスで13試合に登板し、5勝2敗、防御率1.72の成績を残した。2012年は、A 級リンチバーグヒルキャッツで開幕を迎え、17試合に登板。9勝1敗、防御率2.63と高騰し、7月17日に、 AAQ ミシシッピブレーブスへ昇格。AAQ ミシシッピでは9試合に登板し、3勝1敗、防御率3.18の成績を残した。2013年は AAQ ミシシッピで開幕から8試合に登板したが、右肩の故障で5月14日に故障者リスト入りし、そのままシーズンを終えた。2014年も AAQ ミシシッピでプレー、開幕から15試合に登板したが、 6月30日に右上腕三頭筋の炎症で故障者リスト入りし、7月19日に復帰した。8月からはリリーフに転向。この年は AA 級で27試合に登板し、1勝5敗、防御率5.58の成績を残した。2014年12月11日に行われたルール5ドラフトでミネソタツインズから指名され遺跡。 2015年3月3日にツインズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。4月6日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの7回裏から登板し、2回をに安打1死球無失点に抑えた。その後はリリーフとして定着。8月25日のタンパベイレーズ戦では、同点の3回裏から登板し、無失点に抑え、直後の4回に、 ツインズが勝ち越したため、メジャー初勝利を挙げた。しかし、8月26日に、右肘の痛みを訴え15日間の故障者リスト入りした。9月11日に復帰し、その後は5試合に登板した。この年は39試合に登板し、1勝1敗、防御率4.95の成績を残した。2016年3月23日に、 トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ移動し、そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級ロチェスターでは8試合に登板し、0勝2敗3セーブ、防御率10.80という成績で、5月4日にメジャーへ昇格した。この年初登板となった、同日のヒューストンアストロズ戦では1.2回を3、アンダに失点1死球と結果を残せず、5月6日にディフェとなった。 2016年5月14日に後日発表選手とのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍し AA 級トレントンサンダーへ移動した移籍後は AA 級トレントンで14試合に登板していたが7月9日に右ひいの故障でマイナーリーグの故障者リスト入りした9月26日に40人枠外となった平均95マイルパーアワーのフォーシームにツーシーム スライダー、チェンジアップの変化球を持つ。ありがとうございます。